あかねちゃん、これを見てほしい。お、綺麗に整った町。この町は新興の町で、人口は3000人ほど。ほうほう。しかし、大きな問題を抱えている。大きな問題？初心者感が強すぎる町なのだ。どういうこと？ご覧よ、あかねちゃん。道が直線的に引かれて、家々も同じようなもの。確かに直線的ではあるけども。さらに、わずかながらの働く場所と、お買い物する場所はあるけども、公共施設のほとんどはない。ああ、それはちょっとあかんが。そして、外部とつながる道も一つだから大渋滞。そんな問題を抱えた町である。なるほど。そこで今回は、この町に上市長である私が介入し、じっくりことこと煮込んで、素晴らしい町に作り上げてあげる。上市長、あれ、そんなんおりましたっけ？ふふん。まあ、やりたいことは分かったけど、やるのがボスちゃんならそのまんまにしといた方が、この町のためにもなるんや。やっぱり道かな。5階建ての道とかにしたら、利便性高まるかな。あかん、やる気や。間違った方向にやる気や。とりあえず、現状の町と住民税を確認しよう。まず町の防犯。うわ、真っ赤っか。新しい町だから、犯罪件数こそ多くないけども、実質無法の土地と化している。世紀末かな？もちろん、医療や防災についても同じ。これ火事とか起きたら、ひとたまりもないんやない？学び屋も小学校一つないけど、そちらの方が御しやすいから幸いである。中世なんよ。その発想は中世なんよ。じゃあまずは公共施設かな。その前に、ここを何とかする。あ、そういえば渋滞がえぐいんやっけ。まず、ここを正してスムーズにしてから、公共施設に着手した方が効率的だろう。せやな、人の流れは止めたくないもんな。じゃあ、ここの渋滞を何とかするため、高速道路、広い道路、ジャンクションをアンロック。そして、既存のジャンクションを1回撤去。ああ、まだ人がおったのに。大丈夫。ほら、アリのようにうごめいて列に戻ったでしょ。例えが抜群によろしくないけど戻ったならよかったわ。それではここの跡地に2つのジャンクションを設置。2つ？手前がトラックとか使うようで、奥が一般車両が使う用途で分けている。ほほ、賢いな。あとは適当につなげれば完成。おお、これで渋滞は起きなくなるとええな。きっと住民税が増えればすぐ渋滞すると思うけれど、そうなったら別の方法で対応する。じゃあ仮完成ってところやな。出費。続けて公共施設。それらを作るために、まずは、ここらの住民税にご退去願う。せっかく仲睦まじく暮らしとったのに。ここに小学校と高校、あと少し歩道で奥に進んだところに、大学を設置。あとは、学生を守るように警察署を置けば、この町唯一の学び屋ゾーンが完成。おお、コンパクトにまとまった。ついでにここに、学生が放課後に溜まるスペースを用意したいんだけど、規模がちょっと小さい。3つの学校の先生が見回りに来そうな強そうな公園やな。なので広い公園をアンロックして、まず公園管理の施設を設置。これは？公園をきれいにしてくれたり、管理してくれる人が働く場所。おわ、そういうところもちゃんとあるんやな。これで、この大きな公園が建てられるね。こうやって管理してくれる人がいるってことは、たくさんポイ捨てしても仕事を増やしてあげてるだけ。つまり、仕事を供給できる人間になれる。そういうことではない。残りのスペースは、学生寮とかみたいな雰囲気にしたいから、もう少し高めの建物が使えるようになったら植えていこう。続けてゴミ問題。マジでゴミ捨てるところないもんな。ゴミ捨てるところないとか、町として終わっとると思うんやけども。こっちの対応は簡単。簡単？まず、近場の島を一括で購入します。まさか。オッケー。また極端なことを。安心してほしい。橋はちょっとかっこよくしたから。え、安心要素何？これで、町の形以外、ほぼほぼ整ってきた。なんか忘れとる気がするんやけども。それじゃあ、区画の整備に移る。またしても彼らには抜いてもらわなあかんか。この部分を町の心臓部として、主要な施設や高層ビルを建てて、地下をめちゃくちゃ上げよう。他のところは、大体一軒家やからな、ええ差別化にはなると思うで。もちろん私は上市長だもんで、もともとあった5番の目のような町は、大きく崩さず、それに準じた町の形にする。ほんまか？
でも、それができるなら、もともと住んでた人たちには英会話になりそうやな。聞こえる、税金たちの期待の声が。呼び方よ。まず、この大通りの交差点。ここにはサーバーセンターを設置。あとは市役所や福祉局。これで主要感が増したはず。ほんまいつも雰囲気プレイやな。でも、ちょっと田舎の都会ってこんな感じだよね。当たらずとも遠からずってところかな。この交差点も後々渋滞が予想されるため、念のため右折専用レーンを作っておく。こうなると歩道橋とか欲しかったわ。これでひとまずオッケー。あとは周辺を5番の目を意識しながら道を敷いて、オフィス街やタワマンゾーンを作成。おお、だいぶ変わってきたな。建物に高さが出るだけで印象とかって変わるんやな。もちろん私が街づくりのプロというのもあるけどね。えへん。はいはい。シュピ。じゃあさらに中心地にするために地下鉄をアンロック。街の中の交通量を減らすのと、外部からの車を減らすのにも一役になってくれるはず。お、地下鉄開業や。は、くそ、地下が上がるのならば、周辺の土地を買っておけばよかったのか。無念。市長のする話ではなさすぎるんよ。危うく忘れるところであった、警察署も置いておこう。うわ、思ってたよりも市民の数増えとるな。学校の裏も忘れずに、高めの建物を生やしておいて。ついでにトラック対策として、新たに貨物駅を設置。これで走るトラックの数も減るだろう。どうしたんや、ボスちゃん。最近痛く真面目やぞ。ふっ、私の溢れ出すばかりの想像力が止まらないので。あ、はいはい。むぅ。あとはこうやって、直接街に行けるように折り口を作ったら変わるかな。どうなんやろ。下手したらここで詰まるリスクもありそうやな。あ、でもボスちゃん、街中の渋滞とか、ほぼほぼ解消されたみたいやぞ。キャン、天才。どう、そこまで大きくは変えてないけど、一番最初の初心者丸出しの街よりは良くなったはず。まあ街っぽさは増したな。やけどこれ。ああ。この汚水の垂れ流しだけはなんとかせんと、街としては最低やぞ。なるほど。それならば、私に言い案がある。言い案。まず、付近の山を削ります。ああ、景観が。深く深く削ります。あ、なんかもう結末が。そして、削った穴に注げるように、排水ポンプを設置。そして既存のポンプを撤去して、注ぎ込みます。なんで山にわざわざ。こんな奥底に汚水を収納していたら、きっと、景観対策にもなるだろう。あれ、意外と真面目な理由やった？もちろん、すでに海に行ってしまったところは、時間経過で薄まるのを待つしかないけどね。じゃあ、もうちょっと時間を進めてみるか。住民税も、今の1万人から、どれくらい増えるか楽しみ。シュピ。割と経った。住民税は増えたか？ 9000 人。あれ、いつの間にか、1000人も減ってもうとる。あ、ボスちゃん。うん？汚水が噴火してもうとる。おっと。まだ、まだ慌てる時間ではない。汚水落ちなんて絶対に回避してみせ。あれ？火事が止まらん。消防はどうした？ラリカさんが置き忘れてたから、初動が遅れて、もう全域に広がっとる。おっと。まあ今は冬だし、暖も取れるし、新しい住民も来ると思えば。まさかの前向き発言。火事、止まりません。終わった。